3月4日はグレゴリオ歴で年始から63日目にあたり、年末まであと302日ある。江戸幕府が東海道、東山道、北陸道に一律化を設置。写真は東海道笠寺の一律塚大公海時代の幕を開いたエンリケ公海王子誕生。写真の発見のモニュメント先頭がエンリケ競争局集式で知られる。 バロックの作曲家、アントニオ・ビバルディ第二次世界大戦前夜の代表的な外交官、松岡洋介白樺派の中心人物の一人、作家、有島武雄源、吉中、会わずの戦いで討ち死に。平家物語の基礎最後も名高い愛遊部長の創始者、サラーフッティン病没間にエリスムの画家、ハンスフォン・アー・ヘンボツ。画像は、グ話、ワ、または、 正義の勝利ロシアの作家ニコライゴーゴリボツ日本を開国させたマシューペリーボツバウム空編の日ミシンの日。画像はエリアスハウの発明した二重縫いミシン。ありがとうございます。